山辺の道、奈良県天理市付近。道は、アスファルト舗装されてはいるが、王子の趣きをかなり保っていると感じられる。とはいえ、整備されて間もない頃の風景としては、神道系の祠なら、ともかく、仏教系の辻堂の存在はおよそ考えられない。山辺の道、山辺の道は、日本の古道の代表的な一つ、山和の古道の一つ、古代山和の山辺に通した道である。 日本史上最古の道、日本原村最古の道として知られる。奈良盆地の東南にある、三輪山の麓から東北部のカス山の麓まで、盆地の東園、カス断層外荷を山々の裾を縫うように南北に走る。現代では、山の辺の道という位置づりを東外地域の地方自治体までもが用いているが、日本語地名、山の絵及び山辺を山の辺と綴ることはなく、1、 歴史や地名学を踏まえた表記ではない。一方で、宮内庁は、古来の山辺道、山辺道を用いる、に、日本書記では、辻神天皇の上に次のような記述がある。辻神天皇上原文抜粋相雨山辺道場領、書き下し分山辺道の上の領、三に掃す。要するに、辻神天皇は、山辺道の上の御領に葬られたと記しているのであり。 後になって書くこともできるとはいえ、文脈通りに読めば、山辺の道が、辻人天皇陵の造営以前にあったと、解釈できる。また、古事記には、辻人天皇の城と慶光天皇の城に、それぞれ次のような記述がある。辻人天皇上限分抜粋五陵在山辺、同行の丘神谷、書き下し分五陵、三は、山辺道の曲がりの丘の上にあるなり。 蛍光天皇上限分抜粋五両在山辺道場、書き下し分五両は山辺道の上にあり。こちらでは、主神天皇陵四のありかを山辺の道の曲がりの丘の上と記している。つまり、上の読み次第であるが、曲がりの丘という場所の近辺か、表だったところ、あるいは上にあるという。これらの記述を論拠として、山辺の道は古墳時代の初期、 四世紀の主人天皇の時代には、すでに整備されていたと考えられている。もっとも、弥生時代後期にはすでに、古遺跡と巻き向く遺跡を結ぶ道として、存在していたとも推測されている。山辺の道沿いに立つ、柿の元の人丸の万葉かひかは、ふすま道か、引き手の山地妹か、おけじ山、慶応者生あと毛なしを、引き手の山に妹を起きて、山地を行けば行けるとも、なし。 万葉集巻2 2 1に、愛妻の亡骸を山中に葬り置いた後、生きている心地もないほど呆然自失の体で、とぼとぼと山路を変える心情を読んだ番下で、引き手の山は、死者を弔う竜王さんの異名とされる。5.6. 碑文の記号は、犬飼い隆史。所在地は、天理市中山町にある中山寺跡の前。7. 影姫道行歌の歌碑。 天理石市、一ノ本町に鎮座する、ワージカ神社の参道脇に立つ、大和国紀布の相富から石神、古を経て山林に通じていたと見られ、その全長は約35キロメートル、幅は2メートル足らずの小道であるが、沿道には石神神宮、大宮神社、長学寺、主神天皇陵、慶光天皇陵、金谷石仏などの多くの寺社や古墳群があり、 この地に権力を握る古代国家の中枢があったことや、文化交流の重要な幹線道路であったことを伺わせている。古墳時代の奈良盆地は、沼地や湿地が多く、これを避けて、山林、集落、田畑の間を縫うように山裾に沿って作られたため、道は曲がりくねっている。日本初期巻、第16部列天皇即位前期には、政治的暴略によっての楽屋まで打たれた。 へぐりマグロを追う物の,のべ影日の悲しみを読んだという歌が収められている。通称影姫道行歌、影姫歌などと呼ばれるものである。原文石上古杉子も枕高橋杉物手が痛く杉春日春日杉妻インコ助穂杉玉恵比正玉湾水森亡き専用影日書き下し文石上古を過ぎて子も枕高橋杉。 物沢に大谷杉、ぎ、春が春日を杉、ぎ、妻ご見る小作法を杉、玉家には、飯さえ盛り、玉湾に水さえ盛り、泣き、戦地行くも、影姫あわれ。ここでは、石上古高橋大や春日が日が大将、作法を経由しての楽山へ至る道筋が、泣きながら歩いたとして、歌い込まれているわけであるが、この道筋は、山辺道の延長であろう。時代の経過とともに、 奈良盆地の湿地や沼地が乾燥して、平地部に直線的な道路が開かれるようになると、山辺の道を利用する人々は減少していき、次第に西側の上積道が多く用いられるようになったと考えられている。三輪山近くにあった津波地は、日本最古の市が建ったところと言われている。南部に古道の痕跡や景観が残り、20世紀末期及び21世紀初期において、 一般的にハイキングコースとして親しまれるのは、天理市の石上神宮から桜井市の大宮神社付近までの約15キロメートルの皇程で、その多くは東海自然歩道となっている。また、石上神宮から北部にも山辺の道は続いていたと考えられ,てれるが、長い歳月で風化が進んでしまっていることから、今日においてもその道筋の詳細はわかっていない。 田畑の間を抜ける際にはその眼下に奈良盆地が大きく開けており、伊駒山や二条山、そして葛城の金剛の連例を背景にした大和三山と山々なども遠望できる。現在のその道の起点は津波市である。古代には津波市の八十の区と称されたところで桜井氏族殿を中心とした地域であった。平安時代中期の延長を4年には津市間の運動付近が 起点の地になった。この市は、政治の中心が市として、奈良盆地の東南部にあった頃、定期的に市が立って栄えた、北へたどる山辺の道の起点であり、そこに、初瀬街道が T 字型に合しさらに飛鳥からの山田の道、いわれの道などの主要な街道が集まり、また初瀬川を降り山和川に出る水運の加工もでき、水陸交通などの要衝の土地であった。その場所は、 三輪山の南、今の桜井市金谷付近である。水古天皇16年8月の城に、当の客を、津波市の区に向かうとあり、隋の使者は、初瀬川を船で遡り津波市で船を降り、しそこで出迎えられ、飛鳥の商魂連宮に入居したのであろう。路傍に、津波市観音道の石の道標があり、少し離れたところに、津波市観音道がある。 つばいちの八十のに立ちならし結びし、紐をとかまくおしも、作者不詳、万葉集巻二点二九五一金屋の集落を後にして、三輪山の山独を期待行くと、三輪山の神である大物主を祭人とする、大三輪神社に着く。大三輪神社は、日本最古の神社で、大和国の一宮である。三輪山信仰は縄文、または、弥生時代まで遡るかもしれない。 大宮神社からさらに北の沿道には、茅原大墓古墳、慶光天皇陵、朱神天皇陵、串山古墳、西戸の古墳、東の陸倉古墳、西の陸倉古墳などの古墳群がある。また、茅原大墓古墳のすぐ西側に、大和ととひももそう姫命の墓とされる、橋墓古墳があり、古代、山大国を治めていた、卑弥呼の墓とする説もある。 古墳時代に入ると山陸地帯には墳球町200メートルを超える巨大古墳が作られた。古時期には山辺道の曲がりの丘の近辺に主人天皇の御捧ぎが山辺道の近辺に慶光天皇の御捧ぎがあると記している。初期大和政権がこの地に誕生したと考えられている。このように両天皇の墓が 山辺道の近辺にあると、古事記に記されているところから8世紀の初めには、この道ができており、7世紀末の藤原系時代にも、出来上がっ現在では静寂さを取り戻しており、山裾の曲がりくねった道ではある。また、アスカ、藤原の時代には、このつば市が栄えていた。ありがとうございます。